皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年、12月の、2日11時13分、12月の5日ですね。これ反対から見ると2と5が5がね2に見えてしまったりするんですけども、まあそれで言い間違えたりしてしまう時があります。まあ本題に入りますけども、最近パーティー券、2万円のものを購入して、ノルマがあると議員さんの方たちで、でまあその辺のところの話がまあ話題になってるんですけども、昔からそうだったんですよ。淡路花博の時とか、もしかしたら大阪万博の頃からもそうだったかもしれません。で一応ね、僕が20歳ぐらいの頃に神戸市立ホテルフルーツラバーグ、まあ1997年、8年、それぐらいの頃ですね、一番ね、確実な方法だったのが、まあ、会場に来られた方たちで、まあ、小丸を出して、まあ小さな円卓なんですけども、まあそこにフリードリンクで、グラスと、ウーロン茶だけを置いておくと。で、まあ飲みたい人は飲んでいただいて、喉乾いている人は。で、まあ集まった人たちの数で、最後、例えば、80人集まりましたと。で、まあその会場借りるのと、そのフリードリンクで、まあ値段の方が、まあ1人1000円ぐらいだったとしましょう。じゃあまあ会皆さん1000円払っていってくださいねと。まあ、これなぜかって言ったら、その実際現場に来る人と来ない人はいると。で、その、まあ2万円とか、その最初の方のニュースの報道では、そのたくさん集めたお金で利益が出て、それを議員が着服していたみたいな、ニュースがされてたんですけども、まあそれをね、この間録画して言ってたんですよ。で昨日アップロードするつもりだったんですけども、ゴミ箱に入れちゃって、まあゴミ箱、パソコン預かったことない人はわからないと思うんですけども、自分で撮影した動画とか、まあワードとかエクセルでも何でもそうなんですけども、そのゴミ箱とかに入れてデータを消去したりするんですね。で消去しちゃったんですよ。せっかく録画した内容で、昨日になって、まあ万博の件を思い出したので、まあもう一度、まあちょうど取り直ししてよかったかなと思ってるんですけども、まあもともとね、まあパーティー券っていうのもおかしな話で、まあ現場でアルコールが出てること自体、まあ昔の僕はおかしいと、真面目な集まりであると、そういった時に、アルコール類が入ってるのはおかしいと、でジュースも本当はダメだと、ちゃんとウーロン茶にしておかなかったら、喋る内容間違えますよと、最悪笑い話とかし始めますよと。やっぱり会社の社長さんとか、まあ今言ってるのは経団連とかの集まりですけども、その前に言ってたのはまあ国会議員の方たちの集まりなんですけども、そういう真面目な立場でいなきゃならない人たち、会社を背負ってる人たちが、やっぱり集まった時にくだらない話をし始めたら、たがが緩むと。まあこういうふうなことになってきますので、しっかりとその辺のところウーロン茶止まりにしておいた方がいいですね。まあ金額的にもそうです。で、まあエネルギーの残存量問題的にも、まあビール作ってるぐらいだったらバイオエタノールを作ってほしいと。まあこういうことになってきますんで。で、結局そのパーティー券2万円の話が、まあ昔は本当にそういうふうなことがあったと思うんですよ。それが金額はその当時いくらかだったかわからないですよ。でも、現在に置き換えると、その万博とかの券の購入とかの話になってくるんですけど、これも昔一応結論ついたんですよ。ノルマを課せられて、議員さんの人がね、自分の実費でポケットマネーで買わされると。で、それを販売するわけでしょ。で、議員さんの方が、国会議員の人たちの方が立場上ですから、基本的に。
それ言われた方、買わされてしまいますよね。これ一般の会社で置き換えると、これちゃんと法律でそうなってるんですけども、自社で販売してるものを社員に押し売りしちゃダメなんですよ。勧めちゃダメなんです。社員の方から買いたいって言ったら買ってもらったらいいんです。本当ですよ。それじゃ、違法行為で、お金返しなさいよっていうことになりますから、何勧めたんですか、何無理やり返し、売ったんですかっていうことになるんですよ。これは手話株式会社で一回発生しています。で、お米のことじゃないですよ、手話株式会社。防災グッズの、自分でね、こう、ぐる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 ハンドル回したら発電ができて、ラジオとか聞けたりとか、ライトがつくとか、まあ、そういうようなシステムの、まあ、一個数千円程度のものなんですけども、まあ、それ、何かノルマを課せられて、買わされてるんですよ。店長はね、いや、まあ、もうこれでわかるでしょ、関係者の人は。まあ、その人の時ですね。で、それから、まあ、まあ、そのものは他店の、店長をすることになって、で、まあ、その後の人は、自分で、まあ、買いたい人だけ買ってくれたらええと、まあ、そういうふうに、言っていました。それは手話株式会社の中で問題化されてたんだと思いますよ。まあ、その話は置いときまして、まあ、実際これがね、そのパーティー券にしても、売るわけにいかないでしょ？国会議員の人たちの方が立場上ですから。ね？普通の会社に当てはめた法律で考えるとそうなってるんですから。っていうことは、ただでばらまくわけにもいかないでしょ？だってみんなの税金を大分投入して作ってしまったんですから。特に高速道路とかもその辺とかも全部関係してますよ。万博一体何年前から、ね、10年前なのか、15年前なのか、20年前なのか、どれぐらいの頃から水面下で話し通してたんですかって、夢そのところって。だから、橋本徹さんが知事ぐらいの頃に、その辺の情報とかご存知だったんじゃないですか。だから、橋本徹さんは、WHO とかに関し、大阪の市役所ですかね、それとも、府役所、まあ、県とかだったら県庁とかいう言い方になると思うんですけども、ちょっと、風のところは僕もちょっと今、名称、言い方、わからなくなってるんですけども、まあ、行政機関の大きな建物を建ててしまったと。まあ、それに関しても、多分、電力で水を汲み上げてるでしょうね。だって、高山ダムがまだ基本的に京都府の、ね高いところにあって、200メートルぐらい、大体で。250ないですよ。で、高さが。琵琶湖は、まあ、80メートル以下だと思っておいてください。80メートルが基本的な水面で、その石門を作って、その上5メートルまで、水を溜めれるように、貯水できるようにしているのであって、ろ過器とかは、その海面よりも下にあるんですよ。わかります？だから70メートルぐらいだか、もう少し下かもしれません。それぐらいなんですよ。っていうことは水圧でそれ以下の、それ以上の高さのビルとかは水圧で起こってるわけじゃないんですよ。電気で組み上げ。ね？エネルギーの残存量問題とか何も分かってないでしょ？だからもともと、エレベーターを使ってしまうと電力が無駄遣いになってしまうから、4階建てか5階建てのエレベーターなしの集合住宅、これが正解だったんですよ。で、駐車場なし。で、まあ、もう一度パーティー券とか万博の券の話になりますけども、経団連の会長の徳良さんがインターネットニュースだからどこからどこは本当かわからないですよ。700万枚ほど今売れてるとか、そのうち経団連の方でこれぐらいの数持つとか、なんかそんな話になってたんですよね。だからそれだったらみんなの税金使って、ね、自分たちで票をばらまくというかチケットばらまいて、何をわけのわかんないことしてるんですかと。エネルギーの残存量問題の方が先だから、万博をそもそもしなかったらいいっていうことになるんですよ。ね、この間、COP28 で100カ国以上の国が賛成して、化石燃料を今後使用しない世界を、大急ぎで作っていかなければならないと。化石燃料というのは石炭だけじゃありません。ウラン鉱も含まれてますし、石油、ガス、天然ガスに関しては7割は石油の揮発したものですから、要するに蒸発したものです。
液体が気体化したものですからね。そこなんです。だから自然再生可能エネルギーとか、まあ、水力発電もはっきり言って自然再生可能エネルギーの一部なんですけども、そういうものだけで全電力を賄えるところまで持っていかなきゃダメよっていうことになってるんですよね。だから万博いらないんですよ、最初から。あんまり大した出し物なんかないから。で、あるんだったらあるんだったで、もともと国際展示場とか、例えば東京の方にあるんですけども、そういう、ビッグサイトエキスポかな、ああいうような、ところの会場になってるところとか、別に関西で行うんだったら大阪ドームとか使用したらいいし。だから、そこに各ブース作ってね。で、あんまり人来ないですよ。本当に。それはもともとの世の中の現実ですから、そんなに大したも出しもない。で、会社間のつながりで現場で仕事を覚えていくもんだから、そんなに対して何か出し物をわざわざするべきかっていうと余計に経費がかかる。で、エネルギーが余分に消費される。だから、あんまりするべきではないっていうことになるんですよ。だから国際条約でまず万博はいらないのと、そのまあ議員さんの件に関して、だからパーティー権に関しては、だからパーティー権というものの存在自体がおかしいっていうことになるんですよ。だからフルーツラバーグでそれ一回しましたか、僕の話ぐらいの頃。帰りにね、何名でしたから、一人これいくらですと。そのうち、ウォーターピッチャーとかの人たちも結構いますから、これね、ポートピアホテルとかでも、議員さんの集まりだったかどうかはわかりませんけども、会社関係の人たちの、研修会か何かだったと思いますけども、か社長さんたちの集まりで、現場の会議的なところ、ウォーターピッチャー、ウロンチェスは頼まない。ウォーターピッチャーって水。わかります？これが賢い系。もともと水道線引いてるんですから、蛇口ひねったら水出てくるでしょ。ちゃんとろ過器通して浄水できてる、浄化できてるんですか？浄水じゃない？浄化。まあ浄水でもあってるか。浄化できてるんですから、まあ浄化水槽なんですけども、正式名称は。だからまあこの効率性の良さがなぜ覚えられないんですかっていうことになるんですよ。だからね、これ自分でペットボトルとかでね、水を入れて、どっかある程度、まあ、離れたところまでね、買い物行ったりだとか、そういう時にペットボトルに水入れ始めたらわかるんですよ。最初みんな、お茶入れたりするでしょ、麦茶とか。早く腐る。夏場なんかものすごい早い。半日持たないですから、本当に。半日どころか6時間くらいで腐るから。本当に。最初凍らしていたら、まだ、持ちますけども、ただ凍らせたら凍らせたで、周り、水滴がついて、もう川の中めちゃくちゃなるから、周り、凍らせたらね、周りを、タオルとかで巻いて、で、輪ゴムとかで止めておかなかったら、で、またね、それ、夏場凍らしてもね、1時間や2時間では、ペットボトルの中身全部溶けません。本当に。だからそれはそれで、あれ溶けたら溶けたでね、水分、水のところだけはこうって残っていて、ウーロン、そのお茶の部分だけが早く解凍されるんですよ。だから濃いお茶の味をするっていう形になってきて、だからもう水でいいんじゃないっていう話になるんですよ。もう浄水でいいから、ぬる、まあ、夏は正直ぬるいと思いますよ。だからそれで飲んどったらいいじゃないって、どうせ体の中入ったらすぐに体の体温の温度になるんだからって。これぐらい潔の良さと効率性の良さを追求した人間になっていれば、それもうお茶入れたらね、ペットボトルの中がすぐにカビ入るんですよ。あんなもん中いちいち端突っ込んでね、布を当てて端突っ込んで、こう。わかります掃除なんかできないでしょ。教えられないでしょ。だからもう最初から水入れときゃいいんですよ。そしたらもうあと、キャップのところと、口がつくところ、上のところね。あの辺の、そのネジ山の、凹凸のところ、あの部分だけ、たまに洗ったったらいいだけ。本当に。これぐらい素早い効率性の良さで、クリアしていくと。だから、パーティー券というものをそもそも存在しちゃダメなんですよ。わかります？だからそれ、応用、買い込んでたら話違いますけども、買い込んでないんだったら、まあ、横領事件になっちゃうと。で、税金投入されてる高速道路の話もありますけども、これどうなってるんですかと。その話になるんですよ。
やっぱり横領じゃないっていう話になるんですよ。本当に大真面目な話。これで高速道路一つも作ってなかったらセーフなんですよ。で、人口は2003年に個人情報保護関係が出来上がって、こういう風な形で男性と女性の生まれてくる人たちの数がこういう風な形で逆三角形になってる。数がどんどん減ってるのに高速道路これ以上いるわけないじゃないっていう話になるんですよ。それよりもみんなで節約で、みんな電車バス徒歩で移動しようの世界に変えなきゃなんないのに、何逆の方向ばかり言ってるんですかって。高速道路あれ作る時のガソリンの消費量とか真面目に考えたことありますって。重機動かして山まで削ってるんですよって。あんな大きい柱まで運搬してきて、ある程度の大きさで組み上げていく。ねえ、ガソリンめちゃくちゃ使ってるじゃないですか。解体するときのこととか考えてます？なーにも考えてないでしょ。以前からアジア花博のこととか僕は言ってたのに。ねえ、テレビでもニュースになってるんですよ。鳴門海峡と、明石海峡と、淡路島の高速道路。あれで1兆1400億円くらい使ってますから。1兆1000億円は確実に超えてます。それプラス、淡路花博で300億円使用した。で、その後も、半年間ぐらいの雇用で、で、一応半年間の雇用だから、雇用助成金つけました。税金どれだけ使うつもりなのあなたたちって。で、あの契約とかも、あの飲食店とかたくさんオープンさせていましたけども、10店舗ぐらいかな。だけども、電気コンロとか一部使用してませんでしたっけ？どうでしたっけ？で、設備投資とかも、あれ、半年終わったらお客さんなんか来ませんよ。1日10人、本当に。本当にもう、ノックアウト。ストリートファイターで例えた集合札。号機の一瞬で終わった最初、一番最初の頃ね、何が起きたかわからないっていう無理無理無理、万博ほど迷惑なものない。あれで巻き込まれて働きに生かされた人、ほんととばっちりだから。僕も淡路花子でここの家から通勤させられたから、人材派遣会社うまいこと誘われちゃったんです。いろんなこと言われて。ここから通勤ですよ。わかります？電車に乗ってね、まあ、神戸電鉄で新開地まで行って、で、その次に乗り換えで、まあ、垂水の方で降りて、明石海峡の上から、バス乗ってね、一応バス屋あるんですよ。明石海峡を登って行ったら。バス乗って淡路花博行って、通勤時間片道で2時間かかりますから。往復4時間ですよ。本当に。ボーナス、ないない。住居手当、ないない。扶養手当、ないない。大阪ヒルトンホテルの方がマシだったっていうことになるんですよ。1470円で、その当時僕が21歳から22歳の頃働いていて、それまでの業績考えたらまあそれぐらいが妥当で、本当はそれプラスボーナスとかついてこなければおかしい、退職金とかね。で、住居手当、扶養手当。で、売り上げしっかりとおっしゃる売り上げあるんですか、ヒルトンホテルで。それで、パリス・ヒルトンさんが巻き込まれて、多分それだと思いますよ、本質は。いろんなことをテレビで放送されていたでしょう。ヒルトン家の。一応、ホテル王ヒルトンって呼ばれてるぐらいで、世界の最高級ホテルの、祖というか、大御所と言われるところは、まあ、ヒルトンじゃないかというふうに言われてたんですよ。国によって、話違うかもしれませんよ。その日米同盟の大切さとか、そういったところがあったから、アメリカ系列で一番大きなところのホテルが、まあ、ホテルをヒルトンって呼ばれていただけかもしれませんし、グループ全体の規模で見たら、イギリスのコンチネンタルグループの方が規模大きいです。あと、フランスがマリオットさんですかね。マリオットグループ。まあ、フランスで行くと、リッツ・カールトンが最高級ホテル。で、イギリスはどこだったかな。まあ、アメリカ自体がね、1700年の頃に、イギリスも、ポルトガルも、フランスも、ドイツも、イタリアも、スペインも、いろんな国が乗り込んで行ってますから、もう、わからん。もうアメリカ人でいいっていうことに、アメリカ人の人たちがもうそうなります。そんなに昔の話使い切れんって、わからんっていうことになるから、本当に。まあ中にはブラジルの人とかメキシコの人たちとかカナダの人たち、絶対混ざってますから、本当に。
まあ、だからホテル、もうどこがそうなのかで言うとよくわからない。じゃあ、イギリスのインターコンチネンタルホテルか、リッツ・カールトンですかねっていう話になってくるんですよ。まあけど、ヒルトンはヒルトンで独立した存在であるはずだから、株の持ち株、云々のところでね。だから、まあ、もう、そこまで昔のこと、わしらもよくわからへんし。ほとんどのホテルマンの人はそう言いますよ。役員の人でもそれ分かる人いますっていう。各ホテルで役員独立させられてる。大阪ヒルトンホテルは大阪ヒルトンホテルで、会社の登記簿があって役員さんがいらっしゃるんですよ。総支配人と支配人。僕が働いてた頃はドイツ系の、シュワンダーさん。で、ペーナーさんがアメリカの人。で、まあ、そういうふうな形で運営されてましたね、大阪ヒルトンは。だから、これ会社の登記も じゃあ、ね、ヒルトンのことを調べようと思って、じゃあ、千葉県の方のね、近く、まあ、県境という、東京との境目がよくわからないから、どっからどこまで面積があって、ホテルはね だから、東京ヒルトンは東京ヒルトンであるんですよ。一回見に行ったことあります。大阪ヒルトンの方が大きかったですね。で、ただ、東京都というか、まあ、千葉県と言ったらいいのか、そこの方のヒルトンが多分日本で一番大きいはずなんですよね。やっぱりディズニーランドの宿泊のお客様があるから、客室が1000室ぐらいあったと思うんですよ。でもめちゃくちゃ大きいですね。そこも登記簿買ったら、そこはそこで、まあ会社の役員さんがいて、まあだから総支配人とか支配人の形なのか、代表取締役取締役の形なのかわかりませんけども、それは登記簿買ってみなきゃわからない。まあインターネットで調べたら出てくるかもしれませんけども、あんまりそこまで、やっぱり会社の登記簿謄本買った方がはっきりするのははっきりしますよね。ちょっと話、だいぶ逸れて申し訳ないんですけども、まあ、パーティー券に関して、そもそも必要じゃない そのね、議員さんの人たちの集まり、何人入場したかカウントしてたらいいだけ。もう最悪、ポチ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 押す。たまに道路で見かけるでしょ、交通量測ってる人たち。あれで 何人入ったか、こう、カチ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 していったらいい。で、途中で出て行った人がもう一度入ってくるとき、これがややこしい まあね、入り口でお手洗いはすぐあちらになりますとか言ってあげたらいいと思うんですけども、ちゃんとね、神戸市立ホテルフルーツラーパークはバラの間のすぐ斜め向かいぐらいのところに ちゃんとお手洗いがありました あれぐらいの規模だったら絶対集計しっかりできる 今な、ひ、あの、人が中から一人出てきたと。左手にもう一個持っておいたらいいとか、メモ帳でもできるから簡単に。これね、一人入っていったら、こう書いたらいいんですよ。ちょっと待ってください。書きますね。これ、見えますかね。翔ちゃんマーク、正しいっていう字。1、2、3、4、5って、これで、正しいという文字一つでね、5。で、例えば、これだと8名。わかりやすいでしょ こうしていくだけだから、絶対入っていくよりも、こっちの方が早いから で、出ていった人の数を、この横にね、例えば、まあ別にもっと大きい紙でもいいじゃないですか。この横に、こうやってね、線引いといて、こっちの方に、出ていった人の数を、記載していくと。で、もう一度入っていったら、だからもう一度入っていったら、こっち側にもう一回線引いたらいいんですよ。出ていった人の数で線引くでしょ？そしたら出ていった人の数、一応会場に入って。じゃあ、20人出てきましたとか。そしたら、こっち側で、そこから数引いたら、重複してた数引けるでしょ？で、正確な数が出せると。ホテルマンはもともと、ドリンク、フリードリンクとかでも何本出たかっていうのを、この翔ちゃんマークで表すんですよ。その方が早いから。壁に貼り付けておいて、ビール5本持っていったら、こういうふうに、1、2、3、4、5って、新しくね、書き出したりとか。
だから本当はこの書き方じゃなくて、さっきの続きで言うと、まあ、ちょっとあの見えにくいかもしれない、ちょっとこうしとこうかな。こういう書き方、さっきあの奈良だったでしょ。でそこにあの翔ちゃんマークの、漢字三角、じゃあ、二角付け足してその横に、三角付け足すと画数ですよこの三角じゃないですからねたまに現場でボケてあ三角付け足しといてって言われた動き止まるって何言われてるんだろうって何言われたんだろうって分からなくて多分頭の中で三角形のもの三角描いちゃってたまに現場で止まる人いるから隠す隠すってすぐに言ってあげなかったまあこういうわけでね、パーティー券というものはそもそも存在しないって覚えてもらったらいいですね。これねバンドマンとかね、音楽業界の人たちの、運営状況とか分かりますから。会場借りるでしょ。そしたら、借りてるお金かかるでしょ。で、お客さんがどれぐらい来るか、どれぐらい人が集まるかを読めてなかったらダメなんです。分かります。赤字が出るかもしれない。だからある程度の金額でね、まあ、今日、まあ、1人1000円だとか、1人500円だとか、まあ、ウォーターピッチャーでたくさん人集まったし、今日は1人500円でいいですよとか、で、もう500円か1000円で分けといたらいいんですよ。で、ある程度余剰金を置いといて、で、まあ、赤字が出た時にね、その人数あんまり来なかったと。100人ほどの会場に30人ぐらいしか来なかったと。じゃあその余剰金で貯めてた分をそこから補填するとかね。だからそのために等があるんですよ。万博のチケットなんか最初から手出さない。できることがあるとしたら、お金付け出して誰か引き取ってもらえませんか。これ大真面目な話、いろんな国会議員の人たちが集まってる時に僕は言いましたからね。もしかしたら別の人が言ったかもしれない。その辺記憶ははっきりしませんから、僕仕事しながらだったから、あの司会者に言ってもらったかもしれない。これが結論ですもん、本当に。だって高速道路とか税金使って作っちゃってるじゃないですかって。票欲しかったでしょって議員だから。もうこっちの狙いはエネルギーの雑草に思った。どこの党が正しいかもう分かんなくなるでしょ。インターネットニュースでも大阪の維新の会も叩かれてるでしょ。自民党も叩かれてるでしょ。でまあね、これで投票行く人と行かない人、まあ無投票者の人たちが無党支持者というか、自分たちでね、特に固定の党の支持者ではない人たちがどこの党に投票するかと、あとそもそも無投票なんかいかにも交通費用で出して全員真面目になるかどうかもうこれその票の集計、余計なエネルギーの消費をしないためにもあんまり投票行かなかった時の税金も使用されないね、エネルギーの消費も少なくなる、こうなってくるんですよ、大真面目な話で。本当の人口がしっかりと出てきたら、国会議員の人たちも県議会も市議会の人たちももうちょっと数減らさなきゃダメですよねっていう話になるんですよ。本当本当本当にこれが正しい社会で、それはちゃんと、まあ、自民党の方はそれを受け入れてくれてるんですよ、安倍政権の頃に。で着々とそれは皆さんの方で、了解されて、国会でもそういう話ちゃんとしてましたから、でその方向で、進めてくれてるはずですよ。そうじゃなかったらそれこそ無党支持者の人たちがね動いて、そういうことをねちゃんと公約で掲げてきてるところ、まあ、いろいろあると思いますよ。
日給不合理高がいらないとか、それは普通の、給与の算定表通りの支払い方法でね、あとちゃんとした、売上とかがあったらね、ボーナス、いくらか出してあげなきゃならないとか、基本的にはボーナスは、支給しなくてもいいんですよ。だけども、ちゃんとした売上があった場合、みんな現場で、しっかりとね、素早く動いて、頑張って働いていたと。そういう人たちには、ちゃんとボーナス支払ってあげなきゃダメですよっていうことになるんですよ。で、大抵の仕事場はみんな大体そうしてますよ。だあとは、ちゃんとした売り上げがあるかどうかなんですよ。あるかどうかなんですよ。で、仕事遅かったら人数増やすでしょ。だから大阪ヒルトンのそのランナーの話になるんですけども、男3人で、ある程度ね、筋力のある、体力のある男3人でランナー回したらちゃんと現場回るから、スカート履いてる女性1人投入されたら、ランナーの数4人なのに、3人の時と変わらないから。もうこれは本当、これは本当の話。で、オーダーテイク、例えば僕が勤務してた時は、高見さんっていう人が、B ブロック、B なんて言ってたかな。ブロックじゃなかったと思うんですよ、表現の仕方が。ちょっと名称忘れましたけども、区切り方。ABCD で分けてるんですけども、B のところね、12択あるんですよ。そこ一人で高見さんに。いつも。大体一人で、対応してたんですよね。だから、そういうところにオーダーテイクの人を二人にしておいて、A の方でね、関東村民のうち、関東のその個室があるから、そこの個室の方の、忙しい時の援護と、その、B の方の、まあ、埋まってきた時の援護で、まあ、大体料理出し終わったりとかの時に、そのランナーの手伝いをするっていうポジションの人を作っておいたらいいんです。だから、基本的にランナー3人でいいと思いますよ。大阪ヒルトンホテルの王朝。できます、それで。我々はしてましたから。スカート履いてる、また長いスカートだから、一歩一歩の幅が狭いから、すぐ追いつくから。絶対ランナー向いてないスカート履いた人。本当のこと言うと、オーダーテイクのところとかも、やっぱりスカート履いてたら、一歩の幅狭いから、スピード遅くなるから。案内の受付のところぐらいだと思いますよ。できるポジション。あ、まあ、あとお金を触るところは、ちょっと話が、なんか、ホテルの話の業務に変わってきたので、もうこの辺にしときますね。パーティー券そもそもいらない。自分がお金付け出して、自分のポケットは。誰か引き取ってもらえませんかの話で、どうにかするしかないの話になるんですよ。売ってもダメだし、無料で配ってもダメだから。だってみんなの税金使っちゃったから。高速道路とかでも、万博会場でも、エネルギーの残存量問題もある。税金の話もある。税金の話だけでも相当結論になったのに、それプラスエネルギーの残存量問題の話まで乗っかってきたら、もうお金払って誰か引き取ってもらえませんかの話にするしかない。それさせておいたら、これでもう全部、県議会も市議会も、自民党とか、他の維新の会とか等あるでしょ？その人たちもお金、連帯責任で出さなきゃならなくなるか。1枚100円でいいですかの話で。枚数これだけあります。万いきます。それぐらいバカバカしい話にしていたら、絶対もう自分たちで抵抗しますから、もう我々の国は万博しませんよって、エネルギーの存続のものあなたたちの国も分かってるんですかっていう話になりますから、ちゃんと抵抗するようになりますから、ちゃんと文句言うようになりますから、それでいいんですよ。世界中とこの国もそうしたら、そうすれば万博っていうね、どうでもいい開催もう行わなくなりますから。本当にものすごく重要なことは、経済関係のことで言うとね、国連の理事会と経済理事会があるんだから、その経済理事会がダボス会議なんだから、そこのダボス会議で発表したらいい。ほとんど発表するものはない、今更もう。
漫画、アニメ、ゲーム、映画、クオリティ。それちゃんとテレビで言うときは言う、ちゃんとクオリティの高い作品とか、それをもう最初からこの作品本気で作っていくぞっていうのが、あの、ハリウッドでもあるし、日本のアニメ業界も映画業界もある。で、それは、中国でもある。で、インドもある。それを世界中で CM させてもらったらいいだけ。で、そこで CM 失敗したらもう終わりだから。CM の経費ね、どれぐらいまで予算つけるかどうかって、だからその辺のところは、まあ、それ相応のものがね、あの、いろいろありますんで。結論。パーティー券はいりません。こういう、どうでも、もうどうでもいいと思いますよ。どうでもいい。あの、家の中にある、どうでもいいね、紙。あの、まあ、これ上の方に余計な、まあ別のこと書いてますから、まあ、もともとね、これが白紙だったとしましょう。まあ、これ、まあ、まあ、まあ、その辺のね、あの、用紙の、こう、な、用紙の裏とかなんですけどもね。そういうところの、こんなんもういらない紙でいいんす。で、みんな家の中探してもらったら、こういう鉛筆出てくるから。鉛筆でいいから、もう。あとは下敷き持っていくもの。まあ、もう下敷き、でももう下敷きなかったらね。例えば、まあ、こういう、なんか、なんでもいい、いいと思います。雑誌ね。こう持っておいたい。あとこういうふうに。していたらいいだけだから、簡単、誰でもできる、本当に。以上、皆さん正しい対応の仕方、ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。チャンネル登録と、僕が YouTube にアップロードした時の着信通知の設定、皆さんでしっかりとしてください。わからない人は身の回りの人に聞いていただくか、販売店の人に聞いてください。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。あとマスコミの人たちもこの内容を伝えておいてくださいね。あの、経団連とか、まあ、経済理事会とかもそうなんですけども、商工会議所もそうだし、例えばロータリークラブとか、ライオンズクラブだとか、いろんな、あの、各都道府県とかで、各市とかで集まりあると思いますけども、企業さんの。もうこれでいいと思う。簡単でしょ。以上です。